住田幸太郎です。小曽根明雄です。本日はご報告があります。はい、私たち舞台に出演します。はい、はい、どういうことかと言いますと、あの舞台出演するって言っても別々の舞台なんですよ。はい、そうです。じゃあまず小曽根さんから。私は、はい、日程は11月の23日から27日まで、オメガ東京という劇場で主演で出ます。おめでとうございます。ありがとうございます。しかもはい、誕生日時期なんでございますよ。これが25日が誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございますなのでぜひ来てください。僕は、11月30日から12月3日まで、はい、これはシアターアルファっていうですね、はい、オメガ東京の姉妹劇場なんですか。あ、そうなんだ。なんか今びっくりしました。で、劇団カラスカというところでですね、マジの宅急便という、もう一度言います、マジの宅急便です。マジですか。そのマジ宅ですマジ宅ですそうですね、やりますので、はい、ただ本当にこの、まあ、時期がちょうど1週間違うということで、はい、まあ、できればですね2人ともの舞台来てほしいっていうところあるんですけども、ただちょっと残念なお知らせが1個ありまして。はい、何でしょう。ちょっとマジで、まあ、別現場ということでスケジュールが合わないんですよそうですね。なんで TikTok、Instagram、あのユニット部分1回お休みいたします。はい、こちらはちょっと申し訳ございません。はい、ただ舞台頑張るのでぜひ見に来てくださいませ、はい、ということでですね、ただ YouTube の方は続けたいと思いまして、ぜひ楽しみにしておいてくださいませ。それでは劇場でお待ちしております。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。